今日は晴天に恵まれました。マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。広島東洋カープ対埼玉西武ライオンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、今日も大勢の子どもたちが詰めかけているわけですが、選手たち、子どもたちに夢を与えてほしいですよね。そうですね、まあ、この中からね、また未来の選手が出てくるわけですから、いいプレーを期待したいですね。そうですよね、これぞプロというプレーを期待しましょう。まずはカープの先発野村がマツダスタジアムのマウンドに上がります。さあ、ライオンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。切れていきます、ファウル。ボールになります。さあ、3球目は何か。3球目見送っています。ボール。この高めは外れます。高めのボール、これもファウル。打ちました。これはどうだ、センターに抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ、一塁には先制のランナー、バッターは源田。まあ、送るとしたら彼がきっちり決めてくれるでしょうね。はい、さあ、ここは送ってくるんでしょうか。バントしました。取りました。アウト、ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。甘いコースだったんですけどね。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど、さあ、キャッチャーどこに構えるか。真ん中ですが、タイミングが合わなかったでしょうか。ワンボールツーストライクです。切れていきます、ファウル。際どい球、わずかに外れています。平行カウント、流しました。これはどう、三遊間抜ける、ホームに送球。カーブ、さらにピンチになりました。ランナー三塁一塁となりました。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど、さあ、キャッチャーどこに構えるか。次が2球目、真ん中打ちました。このフライは切れました。ファールボール。振ってくれませんか。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。
取ってツーアウトです。さあそしてバッターボックスには外崎が入ります。さあツーアウトにはなりましたがまだピンチは出していません。まあ、先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたからここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。初球は何で来るか。初球空振りです。2球目は何で来るか。インサイド落ちました。切りました。ファールボールです。これは見送ってボール。高めのボール打ちました。弾き返した打球はライトへ。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったライオンズですがそのチャンスを生かせませんでした。1回の裏これからカープの攻撃が始まります。カープはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますライオンズはご覧のような守備陣です。ライオンズマウンドに上がるのは先発の平井。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは野間。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。まず何を投げてくるか。インサイド見送っています。低めの球ストライク147キロ。変化球が高めに外れています。インサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。際どいコース外れました。スリーボールツーストライクです。インコース詰まりました。ここはフライになっています。中村抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている菊池。平井まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何から入ってくるか。アウトコース見送っています。これが2球目。変化球タイミング合いません。次が3球目。引っ張った。ボテボテ。サードが前に来る。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー1塁となりました。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。この低いボールは外れます。
西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。まあ、もしかしたらエンドランというような策があるかもしれませんね。なるほど、そうですか。見逃して三振です。ツーアウトになりました。バッターボックスは4番鈴木。ツーアウトランナー一塁です。マウンド上平井、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。打ちました。これはファウルになりそうです。切れていきます。ファウル。ランナースタート。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2回表に入ります。ライオンズの攻撃。バッターボックスには6番中村。カープ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。最初は変化球できました。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど、そうですか。アウトコース外れます。3球目は何で来るか。膝元への変化球。ワンボールツーストライクです。外れてますか。完璧なボールでしたけどね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取ってワンアウトです。バッターは7番に入っている栗山。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。インサイド落ちました。これはセンターへ抜ける。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは8番愛斗。ヒットでランナーを一塁に置いています。外から入りました。変化球から入ってきましたね。はい、まあ、外のボールを意識させたんで次は思い切ってインコースを攻めてもいいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。変化球わずかに外れました。ストライクが入りません。ファウルになります。次が5球目。またファウル。6球目は何で来るか。いい当たり、センターに抜ける。カープピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。平井、背番号25。
送ります。打ち上げてしまいました。野村三塁アウト、二塁はセーフ、送りバント失敗。一球でアウトが増やせたのは大きいですよね。まあまだ気は抜けませんから、このまま点をやらずに切り抜けたいですね。そうですね。さあこの場面でバッターボックスには1番の金子が入っています。痛烈、切れました。ファールボール、高め打ちました。切れました。ファールボールです。これが3球目。打ちました、流しました。これは三遊間抜ける、バックホームする、これでマルチヒット、ツーアウト満塁です。いいコースですが外れています。さあ2球目は何か、またインロー、厳しいコース、バットには当たりません。高め打った、セカンドが抑えた、一塁アウト、これでスリーアウト。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。先制のチャンスがあったライオンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。2回の裏カープの攻撃、バッターボックスには5番坂倉。カープ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。引っ張った、これは一二塁間を破る、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。6番バッター林、ヒットでランナーを一塁に置いています。外から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。よく見ています。バントしました。キャッチャーが取る。アウト、ワンアウト。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。次が2球目。高めに来た変化球ですが空振りです。ストライクを先行させていきます。追い込みました。さあ外してくるのか。高めのボール、切りました。ファウル、抜けていれば先制かというところでした。低め見ました。ボールです。タイムリーとはいきませんでした。このチャンスをものにしたい場面でしたが、ツーアウトになりました。改めてお聞きします。バッターボックスの石原、どういったタイプのバッターでしょうか。外野の間を抜くツーベースヒットが真骨頂のバッターですね。なるほど、そうですか。いい落ち方だったんですが、バッターよく見ています。打ちました。ここは打ち上げています。
愛斗が掴んで3アウトです。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったカープですがそのチャンスを生かせませんでした。2回の裏0対0同点です。小宮山さんどうでしょう、2イニング投げてみて両投手ともに無難な立ち上がりに見えるんですがいかがでしょう。まあそうですね、両投手ともに不安な部分であったんですがうまく抑えましたね。この調子で投手戦を期待したいですね。確かにその通りですね。内へのボール外れました。打ちました。詰まりながらもレフトへ。ここはフライになっています。レフト掴んでワンアウト。バッターは4番山川。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。野村まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。ボールになります。ボール先行です。インコース決めました。引っ張った。サード取った。一塁送球します。アウト。ツーアウト。打順は5番外崎。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがライトフライに倒れています。2アウトランナーありません。初球ストライク。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。痛烈な打球切れました。ファールボール。緩いボールで来ました。外れてますか。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。はい、インコースわずかに外れてボール。ボールになります。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。さあ先制のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには中村、そして塁上には外崎。まあ彼がランナーなんで走らせてくるかもしれませんね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。ファーストランナースタート。セーフ。盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。これでワンヒットで先制されてしまいますね。打ちました。取った。一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。
先制のチャンスがあったライオンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか？そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあ、どちらがその主導権握るんでしょうか。初球変化球は空振りです。インコースボール。これは低いところに持ってきました。打ちました。これはどうか。三塁線落ちてフェア。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。送ります。取りました。アウト。ワンアウトです。送ってきました。ワンアウトランナー三塁です。初球から振ってきましたが、うまく変化球でかわしました。内野はバックホーム体制ですね。とにかく得点は許さないつもりですね。そのようですね。外へ持っていきましたが入りません。手元で小さく変化しました。空振りです。外野フライすら打たせたくないこの場面、三振を奪えるか。5球目は何で来るか。打ちました。これはショートの左抜けました。サードランナーホームイン。カープ1点を先制しました。レフト前へのタイムリーヒット。1対0、カープ試合の主導権を握ります。さあ、一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターは小園、そして一塁ランナーは菊池。まあ、ここは走らせても面白いと思いますよ。どう動いてくるでしょうか。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。積極的に動いてきました。文句のないスタートでしたね。この盗塁は大きいですよ。チャンスになりましたね。インサイド、右中間へ打球伸びる。タッチアップ。さあ、そして打席には鈴木が入っています。さあ、ツーアウトながらチャンスはまだ続きます。まあ、こういったチャンスでできるだけ差を広げておきたいのでね、ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど、そうですよね。2球目は何で来るか。ファウルになります。まあ、ここは際どいところも打っていかないといけませんね。なるほど、そうですか。痛烈な打球、高く上がった。
けからのストレート、コースに逆らわず弾き返した打球はスタンドまで届きました。頼れる4番の一振りでした。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、彼らしい見事な一打でしたね。この序盤戦、徐々にリードを開いていきます。バッターボックスには5番坂倉。まあ、ここはさっき打たれたフォークの使い方には注意したいですね。さあ、ここは同じ鉄は踏みたくないところ。これが2球目、真ん中見送っています。スライダー決まりました。ワンボールツーストライク。ボールになります。高めのボール、詰まりながらも左中間へ。この打球はフライになっています。栗山が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回カープ先手を取りました。3回終わって3対0、カープ先制です。バッターボックスは7番栗山。まあ、ここはさっき打たれたカーブの使い方には注意したいですね。さあ、ここはどういった攻め方をしてくるか。初球空振りです。ボールになります。さあ、3球目は何か。アウトロー外れます。切れていきます。ファウル。これもファウル。インサイド落ちました。これはスタンドへ。切りました。ファールボールです。引っ張った。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。最初は変化球できました。手元で小さく変化しました。空振りです。高めの変化球に手が出た。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。ファウルになります。バーッと外れた。またファウル。頭上ぐんぐん打球伸びて、ツーランホームランが出ました。カープ1点差に詰め寄られる一発を浴びました。追い込んでからの変化球でしたが、インコースをうまく逆方向へ流され、スタンドまで運ばれてしまいました。これだけ粘られた挙句ホームランを打たれたら、ピッチャーたまったもんじゃないですね。はい、
次はピッチャーの打順ですが、先発の平井がバッターボックスに入ります。まあ、ここはピッチャー相手でも雑になってはいけませんね。そうですね。初球空振りです。低めの変化球は決まりません。ボールになります。ボールですか。はい、変化球わずかに外れてボール。これが5球目。縦の変化球持ってきました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。高めのボール打ちました。詰まりながらもライトへ、ライトが取りました。ワンアウトです。打順はトップに帰って金子、今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ワンアウトになって引っ張った、ライトに上がった、大きな当たりも、これはライトが取りました。ツーアウトです。バッターボックス源田、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。インサイド落ちました、破りました、センター前、源田ヒットが出ました。ツーアウトランナー一塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。厳しいコースはついていったんですけどね。バッターボックスは3番森、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。しかしこの回西武ライオンズ点差を縮めていきます。3対2、ライオンズが1点差まで追い上げました。カープ4回裏の攻撃になります。バッターボックス林、カープ1点リードで迎える4回の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。やっぱり中盤でどれだけリードできるかですよね。そうですよね、相手にプレッシャーをかけておきたいですね。ボールになります。インコースボール、ツーボールツーストライクです。打ちました、中村、アウト、ワンアウト。バッターボックス西川、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね。高めのボールファールゾーン切れそうです。ファウルになります。今のはバッターよく見ましたよね。外の変化球わずかに外れました。次が3球目、ボールになります。
落ちる球を持ってきました。ここもファールです。打ちました。取った。一塁へ。これはサードのエラーです。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ点差を広げたい場面、一塁にランナーを出しています。バッターボックスには石原。まあここはエンドランを仕掛けていっても面白い。初球打ち、ここは打ち上げています。外崎が掴んで2アウト。さあ2アウトですが、追加点のランナーを置いています。そしてバッターはピッチャーの野村、まあ、この内容ならまだ続投でしょうね。はい。さあここは自分で何とかしたい。さあ2球目は何か。空振り、低めいっぱいのコース。ボールになります。これが4球目。ライト方向を流しました。大きな打球になった。さあどうだ。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ショートボールをこぼした。これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁二塁。ここは見事なバッティングでした。ピッチャーにツーベースヒットが出ています。いやー、ピッチャーとは思えないバッティングでしたね。さあそしてバッターボックスには野間が入ります。さあ追加点の欲しい場面、まあ、この辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。なるほど、そうですね。次が2球目。これは変化球。外低めの球、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。際どい球、わずかに外れています。さあどうだ。このフライは切れそうだ。スタンドに入ります。2ボール2ストライクです。高めに1球外します。フルカウントになります。手が出ません。三振。チャンスの場面だったんですが、点を取ることはできませんでした。小宮山さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるもんなんですか？いや、もうとにかく一球一球集中するということですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。いいコースだったんですけどね。はい。変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。変化球を持ってきましたが、わずかに外れました。ストライクが入りません。ここは1球見ました。
打ちました。痛烈、センターに抜けました。山川、ヒットが出ます。ノーアウトランナー一塁です。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。コース自体は良かったんですけどね。5番バッター外崎、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはカープが野村、そしてライオンズが平井、この2人の投げ合いとなっています。初球は外、できればゴロを打たせたいんで低めを攻めたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。際どいコースには投げ込んでいます。さあ追い込んで次は何で来るか。まあ、もう一球は外してもいいので、インコースのストライクからボールになるような球で勝負ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。さあ5球目は何か。見逃し三振。まず一つアウトを取りました。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただまだ続投ですから、ここは踏ん張ってほしい。インサイド落ちました。大きな打球になった。この当たりはどうか。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。得点圏にランナーを置いています。まあここはね、気にしないでね、次のバッターを仕留めること、まあそこに集中することですね。さあそして打席には栗山が入っています。さあ一打逆転となるピンチを迎えています。まあでもこういったピンチを切り抜けた後は流れが来ますから、前向きに捉えて切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですよね。ここは三振が取れれば理想的ですね。そうですね。3球目は何で来るか。内へ、これは決まった。今のボールは追い込んでから使いたかったですね。なるほど。まあ追い込みましたから三振を狙いたいですね。そうですね。変化球打った。レフト前へ抜けていく。ホームに送球する。サードランナーホームイン。ライオンズ追いつきました。3対3。カープなおも三塁一塁のピンチ。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。まあバッテリーもね、中途半端な形になりましたよね。ここで追いつかれました。同点です。バッターボックスアイト。カープこの回1点を失っています。さあ同点に追いつかれ、なおも得点圏に勝ち越しのランナーを背負って打ち上げた。高く上がったと。さあ勝ち越しのランナーがスタートする。バッターボックスには代打の岸。西さん、ここは一気に行きたい場面ですね。この場面は非常に大事になりますね。そうですね。さあまずはランナーを返すことに集中したいところ。変化球を見極めます。
め、絶妙のコースに決めてきます。高めの変化球に手が出た。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。これは変化球。変化球打っていった。これは大きな打球、あと少し届かない。サードランナーがホームに帰ってきました。ライオンズ勝ち越し、4対3。カープさらに三塁二塁のピンチが続きます。ここは抑えておきたかったんですが、代打にタイムリーを打たれてしまいました。いや本当に期待を裏切らないバッティングを見せてくれますよね。このゲーム中盤、ここでリードを奪われます。まあここは踏ん張りどころでしょうね。さあこの場面で打席には1番の金子が入っています。ファウルです。緩いボール、しっかりと見極めました。これは見送ってボール。変化球打った。セカンドの左、一塁アウトでスリーアウト。しかしこの回、西武ライオンズ貴重な得点でリードしました。4対3、ライオンズ逆転に成功しました。これから5回の裏、カープの攻撃です。そしてライオンズはピッチャーが変わります。水上がマウンド上に上がっています。打順は2番、菊池。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。カープ1点ビハインドで迎える5回の攻撃です。2球目は何で来るか。いいストレートですね。はい、低めストレート、空振りでストライク。まあここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。痛烈、これはどうか。アウト、ワンアウトです。バッターボックス小園、先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ワンアウトランナーありません。これが2球目。ストレート外れました。真ん中打ちました。切れました。ファールボール。ワンボールツーストライクです。インサイド打ち上げました。左中間へ打球伸びる。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。さあまず1球目、厳しいコースにまず投げ込んでいきました。打ちました。ファウルになります。曲げて空振りを取りました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。次が4球目。インコース外れてボール。打ちました。取りました。
一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって4対3、1点リードはライオンズです。ここまでのハイライトです。まずは1回の表、このピンチの場面、外野フライに打ち取ります。先制のピンチをしのぎます。2回の表、塁が埋まってから、ここは内野ゴロに打ち取ります。ピンチをしのぎます。その裏、ランナーを二塁に置いて、しかし打ち上げてしまいました。先制とはなりません。3回の表、ランナー二塁のピンチ、しかし内野ゴロに仕留めます。両チーム無得点のまま回が進みます。その裏、一打先制のチャンス、2番バッター菊池、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。カープ先手を取ります。さらに続きます。サードランナーを置いて、4番バッター鈴木、勝負に来たところを捉えました。カープ2点を追加します。しかしライオンズすぐに反撃に出ます。ノーアウトで二塁にランナーを置いて、8番アイト、追い込まれてからの一発、カープ2点を返されます。5回の表、逆転のピンチ、7番栗山、追い込まれてからのタイムリー、カープ同点とされます。続く攻撃、得点圏には勝ち越しのランナー、代打岸、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。カープ勝ち越されます。これから6回ライオンズの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。背番号13森浦が2番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。バッターボックスには2番源田、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。カープ1点ビハインドで迎える6回です。内へ低めの変化球、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。バッターは3番森、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。はい、そうですね。ワンアウトランナーありません。ファウルになります。変化球タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打った、これはどうか、三塁線落ちてフェア、おっと送球がそれた、おっとボールが落ちている。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。ランナーを背負ってのピッチングになります。まあ、ここはね、気にしないでね、次のバッターを仕留めること、まあ、そこに集中することですね。さあ、そしてバッターボックスには山川が入ります。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。まあ、こういう場面で失点すると後に響きますから、丁寧なピッチングを心がけたいですね。なるほど、そうですね。
さあ2球目は何か。内へのスライダーはボールになります。これはよく見ました。4球目は何で来るか。低め見ました。ボールです。3ボールになりました。次が5球目。左方向、この当たりはどうか。レフトフライ、抑えてアウト。2アウト、ランナー2塁となりました。さあそして打席には外崎が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、ピンチは続きます。まあ、このままの点差で回を追われるようにしっかり集中したいですね。なるほど、そうですよね。ジャストミート、一気にレフトへ。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。セカンドランナーホームイン。ライオンズ追加点を挙げました。5対3。カープさらにピンチが続きます。抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。試合中盤、徐々にリードを広げられています。バッターは6番中村。カープこの回1点を失っています。さあ2点を離され、なおも得点圏にランナーを背負う。右中間へ、これは上がりすぎたか。ここは打ち上げています。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回西武ライオンズ1点を追加しています。5対3。西武ライオンズのリード広がっています。6回の裏、追いかけるカープの攻撃。バッターボックスは5番坂倉。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。カープビハインドで迎える6回の攻撃です。いい当たり、これはセンターへ抜ける。これでマルチヒット、ノーアウトランナー。バッターボックスには代打の相澤。ヒットでランナーを一塁に置いています。相澤背番号27。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。わずかに入りません。ボール先行です。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。これが4球目。バントしました。取りました。送りバントは失敗です。バッターは7番西川。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ランナー送りバント失敗で進めることができませんでした。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。盗塁を見事決めました。まあリードもいいんですよね。大きく取ってましたね。これでアウトを増やさずにチャンスに持っていきましたね。一度ボール球打っていった、これは大きい。カットボール見送ってボールです。牽制します。二塁タッチもセーフ。ファールボールです。もう一球牽制球、タッチもセーフ。左に切れてファウル。
め見ました、ボールです。レフトへ掴んで2アウト、2アウトランナー2塁となりました。ピッチャーの状態なんですが、やや疲れを感じているのかもしれません。小宮山さん、どうご覧になりますか？そうですね、球数自体は多くないとは思うんですけど、疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど。2塁タッチもセーフ。これが1球目、入れてきましたね。勝負ですね。そのようです。外、うまく抜いてきました。ワンボールツーストライクです。ストレート打った、高いバウンドになった。そのまま入って一塁アウト、これでスリーアウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたが、カープ得点には至りませんでした。6回終了、5対3、ライオンズがリードしています。これから7回、カープに選手の交代がありました。小宮山さん、ここは何としてもゼロに抑えなくてはいけませんね。まあ、そうですね、なんとかものにできそうな感じでもありますし、とにかくしのぐというところですかね。徐々に突破口は見えてきているという状況のようです。膝元をつきましたが外れました。ボール先行です。鋭くついてきました。外に逃げていくボール、よく見ています。5球目は何で来るか。打ちました、痛烈、わずかに左に切れました、ファールボール。引っ張った、高いバウンド、ファーストゴロ、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには代打のウーネンティン。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。いや、きっちり役割をね、果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。ファウルになります。なかなかタイミング合いません。ノーボールツーストライクです。外、これは外れていきます。バッター、ここはゾーンを広げて対応してきますから、ボール気味でいいですね。真ん中打ちました、この打球はファールグラウンドへ。中への変化球外れました。打ちました、ここはフライになっています。掴んで2アウトです。バッターボックスには代打のスパンジェンバーグ、2アウトになっています。バッターはスパンジェンバーグ、背番号22。
最初は変化球できました。アウトコース見送っています。ボール先行です。引っ張った。菊池一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ライオンズ3人で攻撃を終えています。5対3、ライオンズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、カープの攻撃に入ります。7回の裏カープの攻撃です。一方ライオンズはピッチャーが変わります。武隈がマウンド上に上がっています。ここでカープ代打を送ります。バッターボックスには代打のクロム。カープビハインドで迎える7回の攻撃です。西さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。やっぱりこの回でね、得点できるかできないか、これは大きいですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。ファウルになります。次が2球目。このフライは切りました。ファウルボールです。ご注意くださいませ。バットに当たりません。三振、ワンアウトです。1球目狙っていって当たりません。低めの際どいところですが外れています。これが3球目。インサイド変化球外れます。さあ4球目は何か。打ちました。サードが前に来る。ツーアウトになりました。バッターは2番菊池。今日は盗塁を1つ成功させています。ツーアウトランナーありません。初球ストライク。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。さあ3球目は何か。これはスタンド、入れました。ファウルボール。ボールカウントは1ボール2ストライクです。打った、これはどうか。ヒットになりました。これで3安打猛打賞。バッターボックスには代打の松山。ヒットでランナーを一塁に置いています。高め変化球空振りです。2球目は何で来るか。外外れてボール。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、ただここは左ピッチャーなんで慎重になってくるかもしれませんね。なるほど。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。7回終わって5対3、ライオンズがリードしています。これから8回ライオンズの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。背番号26、中田がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。初球ボール。
高め、空振りです。次が3球目、ボールになります。これはバットが泳ぎます。ツーボールツーストライクです。さあ仕留められるか。バッと当ててしまいました。デッドボール。完全、やはり痛めました。今やはり怪我が重いんでしょうか。交代のようで。さあここでライオンズ代走を送ります。熊代がファーストランナーに入ります。さあこれ以上点差を広げられたくない場面、一塁にランナーを許しています。バッターは源田。ここはランナー動かしていくのもいいと思いますね。さあランナーをどう生かしてくるか。彼はクイックが速いですから、ランナーは迂闊に走れないでしょうね。そうですね。ファーストランナースタート、タッチアウト、盗塁失敗。ここは盗塁を許しません。これはね、バッテリーの勝ちですね。キャッチャーよく刺してくれましたね。はい、ランナーはいなくなりました。いやー本当に助かりましたね。そうですね。これが5球目、バッター高いバウンド、坂倉一塁そのまま入ってアウト。打順は3番森。先ほどはツーベースを打ってますから、ここはより慎重にいってほしいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。切れていきます。ファウル。変化球外れました。アウトコース見送ってストライクです。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。さあどうだ。野間が抑えてスリーアウトチェンジです。この回ライオンズ結局3人で攻撃を終えています。5対3、ライオンズがリードしています。8回の裏カープの攻撃です。そしてライオンズはピッチャーが変わります。ギャレットがマウンド上に上がっています。バッターは鈴木。今日はホームランを放っています。カープビハインドで迎える8回の攻撃です。これが2球目。誘ってきましたね。はい、高めストレート外れてボール。ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ボールになります。インサイド落ちました。強い打球。ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。フルカウントです。さあこれで決まるのか。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。いやそうですね、これはねチャンスですよ。はい、そうですよね。
初球は見てきました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。3球目見送っています。ボール。次が4球目。追い込まれました。次は臭いところも打っていかなければいけませんね。外に逃げるボールを引っ掛けないようにしたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。三振になります。ワンアウトです。さあこの終盤一塁にランナーを置いています。バッターボックスには曽根。ここは送っておいていいんじゃないでしょうかね。なるほど、そうですか。初球ボール。ここはゲッツー体勢のまま。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。打席には7番バッター西川。今日はまだ当たりがありません。前の打席はあわやという打球でしたよね。タイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ツーアウトになっています。初球打ち、ここは打ち上げています。スパンジェンバーグが抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。8回終わって5対3、ライオンズがリードしています。小宮山さん、流れを引き込みたい場面だと思うんですが、どういったピッチングをすれば流れが引き込めますかね。いや、これはね、もう打った、大きな打球になった。この当たりはどうか。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。さあカープ得点圏にランナーを背負った場面です。逆転を狙うためにここでの追加点は絶対許してはいけませんね。そうですよね。さあそのマウンド上の中田、このピンチをどう切り抜けてくるのか。アウトコース、これは見送ってボールです。ライトフライ抑えてアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。バッターボックスには代打の岡田。西さん、ここは一気に行きたい場面ですね。まだこの点差では安心できませんし、ここで入れたいですよね。そうですね。さあまずはランナーを返すことに集中したいところ。まずは見送ります。ワンボール。この球は外れました。低め見ました。ボールです。ボールが3つになります。振り遅れてますね。そうですね。さあ5球目は何か。低めのボール打った、上がりすぎたか。この打球はフライになっています。抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。ピッチャーの状態なんですがやや疲れを感じているのかもしれません。
小宮山さん、どうご覧になりますか？そうですね、球数自体は多くないとは思うんですけど、まあ、疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。さあ、2球目は何か。変化球を狙ってたんでしょうかね。3球目は何で来るか。切れました、ファウル。フェアならば貴重な追加点というところでした。このピンチ空振り三振に切って取りました。得点を与えませんでした。最終回カープの攻撃です。そしてライオンズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ、簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略しなければなりません。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。低め外れました。これが3球目、ボールになります。ああ、よく見ましたね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。打球はライトへ、ライトが取りました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席は打ちました、高いバウンド、セカンドゴロ。打順は1番に帰ります、バッター野間。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。塁に出るとまだ試合は分かりません。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあつなげるか。低め見送っています。打ちました、弾き返した打球は右中間へ、外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いいところなく試合終了です。カープ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、とても緊張感のある引き締まったゲームでしたよね。いかがでした？そうですね、あともう一つというところですけど、まあ、残念ではありますけど、まあ、いい試合でしたよね。そうですよね。勝った西武ライオンズ、接戦をものにしました。一方のカープですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。